い、こんにちは、ゆうみです。寒い日本を抜け出しハワイまでやってきております。まあ、毎月恒例の12星座別のリーディングを今月もお届けしたいと思います。でも先月ちょっと動画にも上げたんですけど、トラブルがあってヤギ座さんだけなかったんですよね、11月なので。今月はヤギ座さんから12星座ごとにね、動画を分けてアップしていきたいと思います。でもさすがにね、外でリーディングすると暑いしカード痛みそうなので、リーディングパートだけは室内でやろうと思うんですけど、このね、南国っぽい感じをシェアできたらいいなと思って、オープニングとエンディングは外からお届けしたいと思います。というわけで早速リーディングをね、進めていきましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2018年12月太陽星座ヤギ座さんたちへ向けたメッセージを下ろしていきます。バラバラするかもね。はい、こんな感じで出ています。まあ、ちょっとカードバラバラするよねって言ったのは、その意識がはっきりと定まってなかったりとか、まあ、例えば注意力散漫になってるとか、そういう時は結構カードバラバラしてきます。まあ、今月の出方はまあこんな感じなんですけど、12月に関しては何か奇跡的な祝福が起きるからお休みしましょうっていう感じですね、直訳するならば。なんかそれこそちょっと頑張りすぎてるとか、今までが忙しすぎたりだとか、やってることに対して成果がはっきりと釣り合ってなかったとかね、そういうふうに思うことがあったとしたらば、まあ何に関してもね、これは基本的には仕事関係が強いと思うんですけど、人によってはソウルメイト、まあ、パートナーシップっていう可能性もあります。ただやっている努力に対しての結果、得られるものが釣り合ってなかったっていうことでね、何か引っかかってるものがあったとしたら、12月思いもよらないところで芽が出てきそうっていうような印象です。ただそれはふと立ち止まった時に現れてくるっていうような印象なので、今までのペースで思い悩んだりとかがむしゃらに頑張ってるっていう感じだと見つからないかもしれないです、そのサインとかね、その結果変化っていうのは。なのでふと力を抜いた時、まあ、悪く言ったらだけどちょっと体調を崩す可能性があります、今月で。まあ、そういう時にふとね、何かしらの結果とか変化とかサインとかが出てくるようなメッセージが来てるので、まあ、ちょっと体調優れないなとか、最近疲れ溜まってるなって思ったら、まあ、無理せずお休みをしてね、誰かに課題を預けるなり、まあ、分担するなりね、していいと思います。その余裕のおかげで自分がね、新しいギフトとか、まあ、奇跡のようなね、ものを受け取ることができるというようなメッセージが来ております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。総評としては、うーん、12月は人間関係変わってくるっていうのがすごい多かったのと、あとは、まあ、魂のグループに属する人と出会ってくるだとか、今世のタスクに関わる行動のサインが降ってくるだとか、ちょっとね、スピリチュアルとして深めのサインが多かったのかなというような印象があります。まあ全体的にも結構ほら、もともとの魂の周りにいらないものがさんざんねくっついてるから、私たちの人生はうまくいかなかったり、まあ、悩みが起こったりするんですけど、その周りにくっついてるものっていうのが結構もう大体の人が外れてきてる
外れやすくなってるって言ったらいいかな、全部外れたり修復されてるわけじゃないけど、結構もう外れやすくなってて、本来持っているその核だったり芯だったりっていうのがちゃんとストレートに表に表現できるような準備がやっとこの2018年で整い、この12月でね、まあその磨き上げっていうのが行われてくるのかなというような印象でした。だから人によってはね、これから変な話なんですけど、友達が一人も連絡つかなくなったりだとか、仕事すごいうまくいかなくなったりだとか、突然何か面白くない事件に巻き込まれたりとか、人間関係のいざこざとかがねあるかもしれないんですが、もう次に行きましょうっていう合図なので、あまり悲観的にならずに行った方がいいと思います。その磨き上げとそれを定着させるのに、やっぱりねちょっとした時間と根気とかは必要になってくるので、まあ、あまり無理せず流れに身を任せて、まあ、自分のね内面を整える、磨き上げる、それっても魂の核から来る強さとか芯とかに直結してくるので、ちょっと手を抜かずにやっていただくといいと思います。というわけで、面白かった、役に立ったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いします。今日はこれからねサンセットクルーズに行ってきますので、その様子もまたお届けしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。